で住民税を安くするには、控除を増やして課税される金額を低くするか、住民税を減額するか、住民税を減免するかのどれかになるよ。これから課税されると思うんですけど、住民税を安くする方法ってありますか？何急に納税が嫌になったのかい？当たり前ですよ。少しでも負担を減らしたいでしょ。課長は違うんですか？当然減らしたいよ。むしろ払いたくないまである。払いたくない。住民税を安くする方法はね、いくつかあるよ。じゃあ今日は住民税を安くするにはどうしたらいいのかを勉強しようか。まずは住民税について簡単におさらいしよっか。はい、よろしくお願いいたします。まずは住民税についてだけど、住民税は1月1日時点で住民登録をしている自治体で課税される税金です。会社であっても個人であっても住民税として課税されます。会社も住んでいるから払うってなんか不思議ですね。正確には住んでいるというよりは住所が登録されているから払うって感じかな。だから実際に住んでいる場所が遠方であっても住民登録がされている市町村で課税されるよ。住民税の課税される金額はどのように計算されるんですか？住民税はね、基本料金と所得に応じた料金の2つから計算されるよ。国民健康保険と一緒ですね。そうね、似てるね。そしてこの所得に応じた料金なんだけど、まず総収入から所得控除金額を引いて課税される金額を出します。次に課税される金額に税率をかけて算出所得割額を出します。最後にこの算出所得割額から税額控除を差し引くと所得に応じた料金になるよ。難しいですね。まあここは覚えなくても大丈夫。国民健康保険と違うのは、この所得に応じた料金が一定額以下であれば基本料金も0円になる。つまり非課税になるんだ。そうなんですね。どのくらいの所得だったら非課税になるんですか？それがね、一概には言えないんだ。配偶者や扶養親族とかによって金額が変わるから。ただ絶対非課税になるって金額を言うと、年収が100万円以下であればどんな人でも必ず非課税になるよ。ああ、それはなんか聞いたことあります。そうでしょ、そうでしょ。なので住民税を安くするには、控除を増やして課税される金額を低くするか、住民税を減額するか、住民税を減免するかのどれかになるよ。減額と減免は違うんですか？ほぼほぼ一緒。減額は誰もが対象になるものです。課税された住民税が減額される。減免はある特定の理由に該当すると申請ができるもので、住民税が軽減されるよ。どれも住民税を安くするって認識で問題ありません。わかりました。そしたら次は具体的に住民税を安くする方法についてお話しします。方法だけど、まず1つ目に毎年の申告に配偶者扶養控除を計上すること。どんな配偶者でも計上できるんですか？計上できるのは配偶者の総収入が133万円以下の場合に計上できるよ。ただし自身の所得が1000万円を超えていたら計上できません。私が1000万円を超えることはしばらくないので気にしません。しばらく？パートアルバイトをしている配偶者なら計上できそうですね。そうだね、そうだね。そしてもう一つの扶養控除は、親族で年収103万円以下であればおおよその家族は計上できます。配偶者を配偶者控除と扶養控除に両方計上することもできるんですか？それはできないね。配偶者は
配偶者控除だけで。わかりました。次に住民税を安くする方法の2つ目は確定拠出年金に加入すること。確定拠出年金ってイデコですか？そうそう、イデコは国民年金や厚生年金にプラスして受け取れる私的年金のことです。イデコはやったことありません。どうやって加入するんですか？加入にあたっては金融機関か証券会社または保険会社から申し込みをしたい会社を一つ選んで加入する手続きをします。インターネットからイデコ加入で検索して好きな会社を選んで資料を請求すると手続きが楽だよ。会社って適当に選ぶんですか？適当っていうかここがいいなって思ったとこ。一応会社によってね手数料とか変わるからじっくり探してみるといいよ。わかりました。そしてイデコに加入すると毎月1万2000円から6万8000円までの間で掛け金を決められるんだけど、この掛け金が全額控除になるよ。この掛け金の上限は本人が会社勤めか自営業かまたは専業主婦かなどによって決まります。1年にすると結構な控除金額になりますね。そうそう、もらえる年金も増えるしおすすめ。次に住民税を安くする方法の3つ目はふるさと納税です。ふるさと納税やろうやろうと思ってやったことないです。本当？こんなにお得な制度ないよ。自分の好きな自治体を選んで納税するとその納税した自治体から返礼品がもらえるよ。そして納税金額から自己負担の2000円を引いた分が翌年払う住民税から差し引かれます。これは自分の自治体に払う住民税を他の自治体に払ってるっていうイメージだから住民税が安くなるとは若干違うんだけどね。自己負担2000円で好きな返礼品をもらえるってことですよね？そうそう、収入が多ければ多いほど納税できる金額も多くなるからたくさん返礼品がもらえるよ。ふるさと納税ってなんか確定申告とか必要になるって見て面倒だなって思ってから放置してました。バカ者、お主は人生を損してる。納税する自治体が5自治体までなら確定申告はいらないよ。本当ですか？ふるさと納税したい自治体を選んだ際にワンストップグレーっていう制度が選べる。その制度を選択するとふるさと納税した自治体が代わりに申告してくれるよ。それは楽ですね。どうやって納税するんですか？ふるさと納税の専用サイトとかでクレジットカードとかでも納税できるよ。欲しい返礼品を選んでクレジット番号とか入力するだけ。ネットでショッピングするのとほぼほぼ変わらない。めちゃくちゃ楽じゃないですか。そうよ、楽じゃないとみんな納税しないじゃん。確かにそうですね。このふるさと納税した金額から自己負担2000円を差し引いた額が翌年の住民税から減額されます。ふるさと納税はすぐにやってみます。ぜひぜひやってください。そして最後に住民税を安くする4つ目の方法は減免申請を行うことです。これはさっきも言ったけど特典の理由に該当した人は申請すると安くなるよ。どういう人が対象になるんですか？一つは失業等で生活が困難になった時、会社の倒産や解雇によって失業してしまった場合は住民税の減免が受けられることがある。ただし自己都合による退職は基本的には対象外になるよ。あと失業したけど他に株の配当所得があるとか自分で事業をしていて給与以上の所得がある場合なども対象外でなる可能性があります。失業なら結構ありそうですね。そうだね、新型コロナウイルスの影響で経営が苦しい会社とかはまだまだあると思う。2つ目に災害によって自宅や家財に大きな被害を受けた場合も減免できるよ。大きな災害って地震とか火災ですか？そうそう、被災した場合は被災証明っていう証明書が自治体窓口で発行されるんだけど、その証明書に記載される損害割合によって軽減される金額が変わります。それと自宅が雷に打たれた場合は災害にはなりません。雷に打たれたらダメなんですか？うん、損害の状況が外観からは分かりにくいからみたい。雷に打たれると家電製品が壊れたりするじゃん。
打たれてないからわかりませんよ。イメージイメージ。家電製品が壊れたとしても、それが落雷によるものなのかが判断できないのと、雷の発生日時を特定するのが難しいからなんだって。いやー、今日一番の勉強になりました。そうでしょ、そうでしょ。そしたら、失業したり災害にあった場合は、納税相談と合わせて減免できないかも相談した方がいいですね。そうだね。失業による減免も、災害による減免も、まずは住民税を課税している担当課に該当するかどうかを問い合わせをしてもらえればいいと思います。わかりました。でも、住民税が減免できるって初めて知りました。そうだね。自治体でも積極的に周知はしていないからね。職員もあんまり知らないんじゃないかな。市民なんてもっと知らないと思うよ。普通に生活してると減免って思いつかないからね。そうですよね。私はまずイデコに加入して、あとふるさと納税をして節税したいと思います。そうね、そうね。もしお得な返礼品とか見つけたら、ぜひおすすめしてください。それで、2月の差し押さえされやすい日についてですが、2月で言うとこちらです。